どうもこんにちは。今日はですね、こちらです。2000円のハードオフのジャンクパソコンから、学びましてですね、自作パソコンをちょっと自分で作ってみようという目標を立てて、今回ですね、ヤフオクでこちらのマザーボード、そしてもうこちらの方 CPU が取り付けてある状態の、中古品ですね、こちらを落札いたしました。CPU の方はまだ開けて全然見てませんが、 Ryzen 7の1700という CPU が乗っかっていると、1個世代前ですかね、 CPU が乗ってる。でマザーボードの方は、これギガバイトの AB350、ゲーミング3っていうマザーボードです。まあ割と新しいマザーボードの方で、今回初めての自作パソコンをちょっとチャレンジしてみようかなと。もうちょっとそのためにですね、これだけだったら当然動きませんので、いろいろなものをご用意しました。まずは、電源の方ですね。こちらこれもちょっと中古品で、購入いたしました。これ800ワットの電源、800ワットもいらないんじゃないかなと思うんですが、ちょっとよくわからなくて、AB350 のこのマザーボードですねのレビューをされているサイトで、その規格のものを使ってましたので、もう大きすぎるかなと思いながらもちょっと購入いたしました。ちょっとわかんないで、そして、メモリ DDR4 8GB、 これもう2枚買おうかなと思ったんですが、お金の関係で1枚だけ購入しています。これ新品。あとはこちら、合うのかどうかもわからないが、まあ先ほど申し上げたレビューの方で書かれてたやつと一緒やと思うんですけどもね、これ HD7750 のこれグラフィックボードっていうんですよね、こちらの方も購入しています。そしてさらにはじゃん、逆だ、これは M.2 の SSD500GB、 これ高かったな。初めて M.2 の SSD っていうんですかね、っていうのをちょっと使用してみようと思います。はい、さらにはいろいろ購入しました。ディスプレイの方もこれも中古の方で、フル HD のモニター、こちらの方も購入いたしました。はい、最後ですね、こちら右側の巨大なものですね、ケースです。こちらは安いですよ。こちらの方は、Amazon でミドルタワーっていう風に書かれてたんですが、クロスケっていう名前のケースです。クロスケっていうのはこの左側がね、これケースの部分が、まあ、透けてるっていうので、そういう名前がついてる。なぜ透けてるんでしょう、ちょっとよく意味わかんないんですが、とりあえずは、こちらのケースを購入いたしました。購入した価格が3943円、これも安い。ケースだけやったら安いですね。まああまりいいケースじゃないのかもしれませんが、とりあえずは初めての自作というので、ちょっとできる限り頑張ってみようっていう形で考えてます。ちょっとね、とっても不安なんですけどね、とりあえずはこちらの方できる限り自作をしてみて、組み立ててみて動くかどうかの検証というのをちょっとしていきたいなと思います。何が一番不安っていうのは、このねケーブル類を間違えずに刺せるのか、これが一番不安ですね。あとはなんとかなるだろうと思うんですけども、もうここの配線関連がとっても不安です。まあ早速ちょっと組み立てていこうかなと思います。頑張るぞ。じゃあ早速で組み立てていきたいなと思います。ちょっと本当に怖いな。このね、マザーボードの方に付属していたマニュアルの方がざっくりすぎてびっくりですね。一番最初の工程が CPU を取り付けますよと、あとは CPU クーラーの取り付けっていうのが、まあちょっと随入りで説明があるという感じですね。2番目メモリさせと、で、この辺がね一番詳しく書いてほしかったんですが、3番目が、ケースに設置してグラボをさせみたいな、そんな感じですね。でさらに、こう電源をねここに入れて、そして、ドライブを差し込みなさいみたいな、でケーブルをさせみたいな、このこんなざっくりでわかんのか、めちゃやばいなと。ここが怖いのに、
まあこれはちょっと頑張ってやるしかないというところなんですかね。けどね、ちょっとまあまずはメモリ挿すとこからそんな誰でも挿せるしと思いながら、ちょっと確認をしていきたいなと思います。1番のスロットが一番手前なので、こちらの方にメモリをざっくりと差し込むと。これもうこれだけでいいですね。もうこっちちょっと触らんとこと思ってるので、これはもうこのままでちょっといきたいなと思います。でもう早速本体に装着、あ、M.2 ちょっとつけといてもいいですね。はい、じゃあ M.2 のね、SSD を挿してみようと思います。こちらの方が購入した、ちっちゃいな、これでいけるのかな。挿す方向はこちらかな、こうだ、こえこえ、ネジで止めるという形ですね。はい、というので、だいたいこれでもう準備は完了かなと思いますので、あとはケースの方に、入れて配線等を頑張っていきたいなと思います。じゃあ早速ケース開けてみます。ちょっとわからないままですね、ちょっとコード類の取り付けですねっていうのをしてみました。次は電源のコードを配線していこうと思います。はい、それじゃあですね、各種つなぎ終わりました。じゃあ早速ですね、電源入れてみようと思います。とっても怖いんですけども、ちょっとね、配線がうまくいったのかどうかが全然わかんないです。じゃあちょっと電源入れてみますね。まずはディスプレイ入れてみて、はい、そして本体が、じゃあ早速パワーオン。あ、動き出した。あれ出てこないぞ。あれ、え、入力出力してない。え、動いてないのかな。あ、でも電気はついてるな。あれ、何があかんにやろう。はい、というのでね、いろいろちょっと試してみてるんですが、何が原因なのかちょっとわからない状況です。電源を入れるとこちらのファンとかは全部回ってるので、電気の方はきちっと流れてるのかなと思うんですが、出力しないという状況になってるんですね。もう考えられることはメモリが対応してないのかなと思ってたんですが、まあビープ音等もまあ配線もちょっと見直したんですが、もしかするとこのファン回るんですけども、こちらのグラフィックボードのファンは回ってないので、もしかしたらこちらのグラフィックボード、ビデオカードですかね、こちらがもう壊れてしまっているのかなということですね。ちょっとよくわからないな困ったなっていうのが実情です。一応、まあいろいろ抜き差しして配線も再確認しながらやってったんですが、まあ一応電源入れてみるとこのような形で動き始めます。ただこちらですね、
何も表示がされないんですね。当然配線も後ろつながっている状況です。ちょっとこっからどうしたらいいのかっていうのをちょっと今後考えながら、またちょっと中身調整をしていきたいなというふうに思います。ちょっと中身を全部もう一回出して、入れ替えをしてみようかなというふうに考えています。